ホーム1日あたり、乗車人員の水田、内駅は、神奈川県横浜市青葉区田名町にある、東急電鉄田園都市線の駅である。駅番号は、DT21。相対式ホーム2面2線を有する高架駅。改札口とホームを連絡するエレベーターがある。トイレは1階改札構内にある。多機能トイレは、男女各一般トイレ内に設置されている。 近年の1日平均乗降、乗車人員推移は下記の通り。神奈川県道、東京都道140号川崎町田線と直角に交わったところにある駅で、線路の高架下が駅出入口という、こじんまりした駅前である。駅周辺には、田園地帯が多く広がっているためいかにも、田園都市と言われる形勢が整っている。もっとも、上記の道路は、 駅のすぐ南で国道246号と交差し、さらにその先では、東名高速道路の横浜青葉インターチェンジに近く、逆方向では、井道などへ繋がっているため、駅前の交通量は多い。路線バスも、奈良北、団地、町田駅方面や青葉田駅、東下、四条駅、中山駅方面を結んでいる。高架下にバス停があり、横浜市営バス。 神奈川中央交通東東,東急バスにより下記の路線が運行されている。1960年に免許された西の歌唱駅名は田であった。これは当時の地名を取ったものであるが、1965年9月の常務会で伝那に正式決定した。東急側の説明では駅設置予定地のかつての自治体名を取ったとするが、 隣の青葉台駅も当時は、温田町であったため別名にしたと考えられている。なお現在では、東急子供の国線に、温田駅がある。なお1971年、駅所在地周辺に、棚町が設置された。デンナの由来は、棚の甲を参照のこと。ありがとうございます。